皆さんこんにちは。ゆるキャンにてシマリンを演じさせていただいております、遠山奈緒です。さあ今日はゆるキャンバーチャルキャンプというね、配信を体験しに来ましたよ。すごい、こんな楽しい仕事があっていいの。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは、ジムドロップで代表やってます北尾と申します。今日はですねゆるキャンバーチャルキャンプをですね体験していただけるというところでよろしくお願いします、よろしくお願いいたします。ゆるキャンバーチャルキャンプはですねスマートフォン、それから PSVR、Nintendo Switch、オキュラスクエスト、Steam、いろんなプラットフォームでですね遊べる、VR ゲームです。で、ふもとキャンプ場編というのと、あと、元スコ編という2つの場所でですね、バーチャルでなでしこと凛でキャンプを楽しむことができるコンテンツになってます。すごい、はい、では早速体験スタート。音がする。どうぞどうぞどうぞ、ポーズ取ってください。あそっか、今私は凛視点で見てるわけですね。です、です他のみんなも。そうです、結構たっぷりやり取りありますね。そうですね、たっぷりそこら辺の雰囲気を味わっていただきたいので、うん、はい、ゆるキャンワールドが広がっている。ちなみにですね、ちょっと前傾になってみていただいたりとかしていいですか。どこまで、どこまで。すごい近すぎるんですね。はい、寄れますね。私が私が凛ちゃんになってる。すごい、こういう服着てるんだね。それですね、そう、ずっと見ていただくと、そうなんですよ。あ、なるほど、これでこう自分の見てるところで選べるんですね。 うわー、どうしよっかな。じゃあ、ミルクティー。 お、準備してくれるの。湯気が。手元見てみてください。手元。そうですね、今ミルクティーを実際飲んでいただいてました。すごい、あ、はい、なんかいろいろ、あ、視点 で、ね、お、写真、どうしよう。あ、やっぱり富士山ですか ね、あ、いい感じです。あれ、でもすごい、私が富士山の写真を勝手に撮っただけなのに会話がちゃんと富士山になってますね。そうですね、撮った写真によってこういう風にお話が展開するようになってます。ああ、そうですね、どんな角度からでもしてくれるんですか。はい、撮れます。ほら、サービスがいいんだから。これどうしよう、下から行ってもよろしいですかね。下から失礼しますね。はい、よいしょ、いい笑顔をいただきました。ありがとうございます。あ、そのままで、あ、そのポーズもいいですね。ポーズが豊富ですね。あ、松ぼっくりがありました。あ、いいですね。あ、喋った。こんにちは。あ、めちゃめちゃ来れる。一旦この時間を進めたいと思います。ちょっと寝ちゃって。でかい。笑ってる。さすが私だ。バイバーイ。さらばじゃ。いやー、私今ふもとにいますね。すっごく綺麗で、なんかもう、はあ、火の粉を
すごい。でパチってなりますね、はい、ここまで再現するんですね、はい、わパチ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 、なんかこういい感じに焚き火のこうなんていうかね、煙の感じとかも勝手に感じちゃいますね。ほら、あ、食いしん坊が出てきました。じゃあ出てきましたね。リクエストにお答えしましょう。そうですね、はい、しゅら、こんだては何だろう。お鍋だよ、お鍋。こうやって解説してくれるんですね。そうですね。ご飯はですね、実際にアフロ先生がですね、はい、あのレシピを考えていただいて、それを再現しております。すごい、はい、早速いただきます。わあ、美味しそうに食べるね。あ、ハフハフしてる。お腹空いてきた。なんかもう湯気が顔に当たってますもん、これ。うわ、食べたい。あー、食べたい。食べ終わってる。私食べ終わってる。すっかり夜になりましたね。空とかも見ていただくと、そうですね、もう今なでしこと一緒に空を見上げています。あ、手あれしてる。夜だもんね、寒いよね。なでしこちゃんや、うん、何気ないやり取りがいいですね。そうですね。おーい。いやー、これはいい休暇になりました。ピンポン、平日です。そろそろエンディングに行こうと思いますので、はい、そうだね。あ、なんか視界が明るく、なんか朝の澄んだ空気が伝わってくる。ああ、さあ、体験してきましたけどいかがでしたでしょうか。いや、びっくりしましたね。なんかこうやっぱり目と耳でこうゆるキャンの世界を楽しんでるんですけど、不思議となんかこう空気感だったり温度だったり湯気なんかは本当になんかこう感じるようなくらいこう臨場感を持って伝わってくるので、あ、キャンプしたいなって思った時すごくいいなって思いました。あと個人的には犬がめっちゃ本当にすごい来るんですよ。あれはちょっとびっくりしたので、ぜひ体験してほしいなって思いましたね、うん、実はゆるキャンバーチャルキャンプってスマホでも遊べちゃうんですよ。ちょっとやってみたいと思います。どんなかな。ああ、すごい綺麗。わあ。すごい、なんか、もうこれ実験じゃないですか。ちなみに縦に持ってみてもらってもいいですか。はい。あ、会議室の景色がキャンプになってるみたいな感じ。不思議。なでしこがここにいます。いいですね、もう会えちゃいますよ、なでしこに。はい、これスイッチです。スイッチでも遊べます。これでね、また外に持ち運んでっていうのもいいですよね。あとね、私見つけちゃったんですけど、これ結構遊ぶ端末によって映る範囲が違うので、スイッチだとなでしこが全部映っちゃう。ぜひ試してみてください。さあ、ということでたっぷり体験してきましたゆるキャンバーチャルキャンプ、どうでしたか。まあ、ご覧の通り6機種で遊べる、ね、ゴーグルで臨場感があってもいいし、お手持ちの端末で気軽に遊べるのもいいし、しかも言語もたくさんあるということで、これちょっと私も驚きだったんですけれども、ぜひグローバルに皆さんどこにいても富士山を楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ隅から隅まで楽しんでくださいね。シマリン役の遠山奈央でした。バイバーイ。